ようございます。釣り子 TV です。こちらいよいよ紹介できる時が来ました。ディーパーチャーププラス、携帯魚群探知機のディーパーにニューモデルが登場っていうことで、実はですねこちらのチャーププラス、寒い季節からですね、まあ日本でもちょっとテストしてみてくれようなっていう感じで試してみたりしていたんですけども、先日のねあの霞ヶ浦にねおかっぱり行った時なんかも、実はですねこれで水深とかを調べたりしながら、あとはまあね水温とか調べたりしながら、実調していたっていうことで、まずはですねこちらの、実調動画の方をまとめてみましたので、ぜひ、またご覧ください。おはようございます。釣り子 TV です。霞ヶ浦の土浦にやってきました。で今日はですねこれおかっぱりの強い味方、携帯型の魚群探知機ディーパーに新しいモデルが出ました。その名もディーパーチャープ。周波数帯が3つになったのと、あとはね急速充電のスピードが非常に速くなった。なので、まあ、例えばお昼ご飯とかを食べている時にモバイルバッテリーとかで充電するとですね、結構満タンに近い状態まで戻る、まあ、45分で 85% ぐらいまで戻るなんて言われてますけども、そんな感じでパワーアップしたディーパーですね、早速使っていきたいと思います。でボートで使うことが多いんですけども、こういうねおかっぱりでなかなか普段魚群探知機とかを使うことがない時、そんな時にこれを投げることによってスマートフォンと連動して固定の情報、水温が分かります。なおかつ水中のですね固定図マップも作ることができちゃいますね。使い方はとっても簡単で、これにつけて投げるだけ。プラスマイナスの端子があって電源オンになって Wi-Fi によって情報が送られてきます。それでそれをスマートフォンで見る、こういった魚群探知機になってます。これをつけて投げるだけね。そうすると電源がオンになって水中の情報が携帯電話に届いちゃう、ね、まあ安いものじゃないんでね、ちょっとね丈夫めなタックルで投げるのがいいかなと思います。これで準備完了。投げるね、そうすると電源がオンになりますので、 Wi-Fi でねディーパーチャープね選択されてるので、あとはねアプリを開く。およそね 100m の距離離れても Wi-Fi の電波を受信してデータを集めることができますんでね。はい、固定情報が送られてきました。投げた先の水深はおよそ 3m ほどで、水温が今19度あります。でこれでこう巻いてくると、そのディーパーがある先の情報がどんどん集まっちゃう。だんだん駆け上がってきて、最初ね3メーターちょいちょいやったのが、岸際に来るとこう2メーターまで上がってくってのが分かりますよ。ね、こんな感じでどんどん投げることによってどんどん地図が生成されていきます。はい、というわけでね、水深の情報がだいぶ集まってきました。水温はね申し分なくて、向こう側の方がねちょっと雰囲気があるので、魚なんかもねチラチラ映りましたので、クランクベイトを使ってね釣りを始めてみたいと思います。
エキサイティングドラゴン待ってる。バスだったな。バスだ、バスだ。よいしょよいしょよいしょ。はい、 PD クランク昔のやつね。に昆布とかすみはつきましたよ。ねえ、後ろ針1本、軽かったコンクエスト 200DC、ね、こんな感じで釣れましたよ。お、当たった。よし、乗った。よし、よっしゃー、来たよー。いい、連発。貴重な霞ヶ浦バス来ましたよ。ちっちゃいけどね、腹がパンパンで。原さん、あ、いや、これは抜けるか。抜いた。よっしゃ。はーい、愛犬スピンジャーク。これでね、土浦バス釣れましたよ。はい、というわけでね、真っ暗になるまでやっちゃいました。最初にね、このディーパーで水温と、あと水深ね、大まかなところを調べて、そんでどこら辺をよく買ってるルアー選んでね、今回は TD クランク、これ結構古いやつなんですけども、これを使って投げたところ、いいバスに巡り合うことができました。またね、こういうおかっぱりで水深どんなもんなのかな、水温どんなもんなのかな、気になった時はね、この新しいディーパーどんどん投入して、釣りの幅を広げていきたいと思います。というわけで、釣りこう TV でした。はい、というわけで動画の中でね、充電時間がちょっと早くなったよとかですね、そんな説明していたんですけども、それ以外にもですね、いろいろな機能が、パワーアップしているので、そんなのをですね、開封しながらご説明していきたいと思いますね。注文するとこんな感じのね、これもうほんとね、パッケージからコンパクトですよね。こんなですね、中に魚群探知機の全てが入っているということで、じゃあ早速ですね、開封していきたいと思います。ここね、封があって、はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。おー、ケースもなんか、ここなんかすごいな、絵が描いてあって、ちょっとこだわりの仕様になってますが、じゃあね、ちょっと出してますよ。お、はい、まずね、これが本体、ディーパーチャーププラス。それでね、ここに金具があるんですけども、予備の金具と2つついてまして、まあね、これ後で使うので出しておいて、あとはどうだろう、ですね、開けていきますと、これもね、まだ開けない。はい、はい、袋、これね、コンパクトなディーパーを、まあ、ちょっとね、ズボンのね、ところにこうくっつけたりして、簡単に持ち運びできるよ、シンプルに持ち運びできるよっていう便利なケースがついておりますね。はーい、それと、あ、これは保証書、保証規定っていうことで、保証書ありますね。ご購入より1年間有効ですよということで、これがですね、日本の正規代理店の、バルティックビジョンね、主にね、自分もディーパー本体の方とも会ったりはしてるんですけども、日本に関してはこのバルティックビジョンさんがですね、輸入して、あとは電池交換とかパッキンの交換とか、不具合の対応とか、そういったところを、してくれておりますので、東京都のね、杉並区にあるよっていうこと
ということで、まあ、結構ね、社長はリトアニアのこのね開発した本国から来た人なんですけど、めちゃくちゃ日本語堪能なので、メールとかね、もちろん日本語全部できますので、またですね、日本人のスタッフの方もお手伝いしておりますので、安心してですね、アフターケアの方充実しておりますということで、まあ、日本の正規代理店の保証書がついていて、で説明書ですね、これがまあ、いろいろついておりますが、ね、これね、英語で書いてあるんで分かりづらいよなんていうことだと思うので、今回からですね、こうもう世界各国で販売されてますからね、直感的に分かるように、こういう絵のイラストが多めのこういったね説明書がついてきております。またですね、ディーパーのアプリを入れて、その中で日本語表記仕様にしたらですね、非常に分かりやすい説明すぐに読めますんでね。はい、で、まあ、ディーパーチャープラスということで、こちらシールが貼っているので、準備としてはですね、これをこう剥がすとね、3箇所穴がついてきますが、主にね、キャスティングで使うときは、この斜めのところにつけることによって、こう、ラインでスナップとかで引っ張っても、真下を捉えているよ。ね、ワカサギ釣りとか、専用のアタッチメントを使って、ボート、カヤック、サップとか、そういったのに使うときはですね、この上のネジ穴が便利だよっていうことで、この下の穴はね、なんかボートでね、高速走行するときに比較的使うっていうことなんですけども、自分は使ったことないです。主に、斜め上のここの穴、ね、これにしっかりと取り付けるためのこの金具をつけてっていうことで、でですね、防水仕様で、ここのプラスマイナスの電極が水を感知すると電源がオンになるっていうことで、でここにシリコンのパッキンがついていて、ここを開けると、はい、充電するためのこういったマイクロ USB がついておりますので、ここにね、モバイルバッテリーとか、あとは家ではね、そのままコード引いて充電すればいいと思うんですけども、こんなシンプルな、形になっております。そしてですね、ここのね、プラスマイナスが水分を感知するとこういう感じで電源オンになる。だから水から上がってる時は不意にですね、電気を無駄に使うことあんまりないんですね。そこら辺がね、もうほんとね、いろんなアイデア満載なんですけども、あとは充電が終わった後はここをしっかりと閉めるね。ここがですね、ウォータープルーフのこのラインがありますので、ここをねしっかり閉めないと、やっぱりさすがにね、水が侵入してしまうと故障の原因になりますので、で今までのディーパーがこちら、これがですね、ディーパープロプラスね、今までの最上位機種だったんですけども、ここからまあちょっとパワーアップしたよっていうことで、ディーパーチャーププラスっていうのが今回から仲間入りです。それでね、充電の時間以外にパワーアップしたところをいろいろと説明していきたいと思いますが、まずはですね、重さが変わったよっていうことで、本体の重さが 90g になりました。こっちのですね、ディーパープロプラスは 100g、こっちはですね、90g だよということで、それとですね、促進できる、震度がパワーアップしたよ。今までのディーパープロプラスはおよそ 80m まで促進可能だったのが、こちらのチャーププラスになると、100m まで推進ね、測ることができるよということでございます。で、一番どこが変わったかというと、このディーパーチャーププラスってことで、チャープってついてますよね。これがですね、新しい技術ということで、まあ、気になると思うんですけども、まず、魚探の説明をすると、一般的な魚探というのはですね、水中への超音波、これがパルスっていうんですけども、を発射して、その反射波を捉えることで魚の群れや地形、深さなどを知る技術なんですね。で、今回ですね、その超音波の技術が少しパワーアップしたよということで、これがですね、チャープっていう風に言うんですけども、日本語にするとですね、高強度圧縮レーダーパルスっていうことで、
特定領域内のですね周波数を上下に変化させながら連続してパルスを発信する技術っていうことなんですね。この技術によって今までよりさらに詳しく深く正確に見ることができるようになりましたということで、まあ、その超音波を出してその跳ね返りをアプリ内で生成して水中の情報を正確に表示するっていうね、このね魚探の技術で、その今まではこの周波数使うよって言ったら、まあその周波数で帰ってきて使っていたのが、ある程度のですねその幅を持たした、まあいくつかのパルスを出して、まあ、超音波を出してそれのいいところ取り、まあ、綺麗に映るところ取りを平均化して、映像として表示するっていう、こういった技術なんですね。これによって変わったところがですね、今までのディーパープロプラスは2つの周波数、90kHz と 250kHz っていう2つの周波数が選ぶことができたんですけども、まあ派手に見えるところで言うと、こちらのディーパーチャープラスは 100kHz、290kHz、675kHz っていうね、3つの周波数帯を使うことができるようになった。まあただね、その使わない周波数帯っていうのは使わなかったりしますので、一番の特徴としてはその新しいチャープ技術を使うことによってより微細なですね表現ができるようになったっていう、まあ絵が綺麗になったね、より正確な値が出るようになった。別に今までが正確でなかったということではないんですけども、例えばこちらのシャーププラスだと水深15センチから測れるようになって、こっちはですね浅いところは50センチから測れた、ね、こっちは15センチからね、まあ、15センチ測ることはまずないと思うんですけども、あと、こちらのディーパープロプラスだと 2.5 センチ以上の生き物を魚として表示していたんですけども、こちらのチャーププラスは1センチ以上のものを魚として認識して表現する表示することができるようになりましたよ。でここのところはですね、一番自分なんかは使ってみて便利だなと思ったところなんですけども、充電時間が大幅にパワーアップしたということで、今までのディーパープロプラスだと 100% にですね再充電するときにおよそ2時間ほどかかっていたんですけども、こちらのチャーププラスはおよそ45分で 80% までね電力を戻すことができます。まあ携帯の充電器ね、モバイルバッテリーとかつけておよそ45分でほぼね満タンに近いところまで、で満タンにするためにも、75分あればまたですね 100% まで戻すことができる。これが現場で使っていて結構一番ねグッときたところで、やっぱりレンタルボートの釣りとかだとですね、だいたい満充電で4時間から、まあ、使い方によっては6時間持つよっていう風になっていたんですけども、だからおよそ半日ぐらいですね、まあ、その半日の間にその釣れそうなところとか絞り込んでなんとか釣果に結びつけてっていう運用の仕方ね、あとは使わない時はモバイルバッテリーで追い充電していてっていう感じだったんですけども、これ45分でね 80% まで回復するっていうことは、まあやっぱりね長い一日の釣りの中でもお昼休憩っていうのはね、結構ちゃんと取りますんでね、そういった時に充電することによって、まあだいたいご飯食べてね、それでちょっとうーんってね、まあ休憩して、これから暑い時期なんかね特に休憩時間もちゃんと取ろうと思ってるんですけども、そんな時も、およそまあ45分1時間ぐらい休憩したらねほぼ満タンになっちゃうっていう、これは、投資で使う時にですね一日中釣りするよっていう時に非常に良くなったな。また各フィッシングショーとかの展示会とかでもですね、何時間持つの、あ一日持たないんでしょねっていうような感じでねお話しすることが多かったんですけども、いやいや、45分ぐらいでですねほぼまた満タンになるので、まあね使い方によって、全然パワーアップしてますよっていうところはまず言えるのかなということで、まあそんなところがですね実際に使っていて、であとはですねこれはディーパープロプラスでもチャーププラスでもですねあるんですけども、レイクブックっていう機能がありまして、
これがですね、この魚群探知機でデータを取ってスマートフォンで見るじゃないですか。それがですね、クラウド上にアップロードされることによって、例えばお家のパソコンとかね、他のタブレットとか、そういったので履歴とかをですね、遡って見ることができる。で、まあ固定マップとかを作れるよっていうのが一つ売りなんですけども、そんなのもですね、遡ってですね、あ、そういえばあの時のあそこを水深水温、あとは地形どうなってたかなってね、家で復習したりとか、そういった運用ができる。それはね、どっちもついておりますので、というわけで、まあ何が変わったかっていうと、まあちょっとね、小さい魚が測れるようになったよ。で、15センチから測れるようになって、まあどうでしょうか。通常使いだったら今までのですね、このプロプラスで全然大満足な感じなんですけども、実際にその2つのね、こう同じところを通した画像なんていうのもありますから、それでこう見比べてみると、確かにね、ちょっと絵がまあ綺麗になったな。今までのやつもね、十分見やすかったんで、冬場のバス釣りとかね、ワカサギ探したりとか、そういった使い方ではね、本当ディーパープロプラス活躍してくれているんですけども、まあそこら辺がチャーププラスになったことによって、より細かく表示しやすくなったよっていうことで、まあベイトフィッシュを探しての釣りなんかに役立つんじゃないかなね。あとは微妙な変化ですけども、水深もより深く測れるようになったっていうことなんで、そんなところもですね、ちょっと海釣りなんかもよく行きますんでね、またチャーププラス、いろいろ試してみて、ご案内していければなぁなんていうふうに考えております。はい、というわけで、パワーアップした、ディーパーチャーププラスっていうことなんですけども、実はですね、釣りビジョンのギアウェーブっていうことで、ギアステーションのですね、パワーアップした番組、ギアウェーブ内で、取り上げてもらったりもしておりますので、そこでですね、まあ実際にどんな感じかなんていうね、説明してるシーン見ていただけたりするんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、このチャーププラス、なんぞやとね、どういうことなのか。で、購入したくなったらですね、各釣り具屋さんで、まあね、店頭在庫はないかもしれないので、注文っていう形で問屋さんにですね、釣り具屋さんの方から注文していただければすぐにお手元に届くはず。あとはですね、ネットで、まあ便利な Amazon とかですね、あとはメーカーのホームページ直とか、まあいろいろネットを使って買うこともできますし、まあね、その後のアフターケアとかも含めて、釣り具屋さんなんか間に挟んでると、安心だなーなんていう場合はですね、釣り具屋さんで注文することによって、すぐに手に入れることもできるかと思います。というわけでですね、もちろんね、このディーパープロプラスも引き続き使っていくんですけども、せっかくですから、こちらのね、チャーププラスの魅力とかね、こういうところが変わったよなんていうのをまた動画を使ってですね、ご案内していければと思います。というわけで、本日の釣り子 TV は、ディーパーから新しく出た、携帯魚群探知機、最新機種で最上位機種にあたります、ディーパーチャーププラス、こちらのご案内でした。はい、釣り子 TV でした。